48時間以内にすごいことが起こるって本当かな。はい、皆さんこんにちは、キャンディルスピリチュアルの主さんです。今日はね、48時間以内にすごいことが起こるっていう動画があるんですけど、そのねからくりを紹介していきたいと思います。この動画ねちょっとね批判的な内容も含まれておりますので、そういうのがねちょっと嫌いな方は、一旦ね動画を閉じて他の動画を見ていただけたらと思います。ネガティブな内容も含まれておりますので、動画の最後ね、ちょっとエネルギー出そうと思いますので、よかったら最後まで見てみてください。はい、でこのね48時間以内にすごいことが起こるという動画なんですけども、どういう内容かというと、まずはこうね、まあ、目を閉じてもらって、まあね赤を探してくださいって言われると、そのね目を開けた時にパッとね自然に赤にね目が行くっていうね、まあその脳の仕組みを利用してるんですけども、48時間以内に何かねすごいことが起こるっていうね動画なんですよね。はい、この動画ね結構ね再生されていて、この収録時点で14万再生ですね。じゃあなぜこの動画がまずね再生回数が上がるのかっていうことをね説明したいと思います。まずはね基本的には欲望を刺激する動画っていうのは結構ね再生回数がね上がりやすいんですよね。まあ、例えば、まあ見るだけで何々するとか聞くだけで何々するっていう動画結構あると思うんですよ。はい。僕のね関連動画にも出てくると思うんですけども、まあ結構な、ね、再生回数いってると思うんですよね。はい。だからね、欲望をね刺激する動画っていうのは、ね、結構ね、まあ再生回数が上がりやすいのと、あとね、コメントですよね。で、YouTube の仕組みとしてね、コメントが増えると、おすすめ、まあ、関連動画とかね出やすくなったりするんですよね。だからなんかねすごいことが起こったら書き込みしてくださいって書いてるんですけども、まあそれをね見た人もね、ちょっとね欲望がかきたてられて、願望とかね書いてるんですね、すごいこと起こりますように、はい、あとはね宣言する形みたいなコメントもあったりしますね。だからさらにねやっぱねコメントが多くなることでそのおすすめに出やすくなるんですよね。結構ねうまいねやり方してると思います。で、まあコメントを見る限りね、まあ、10代20代ぐらいのね、年齢の方がね多い印象ですね。まあこういう年齢の年頃っていうのはね結構信じ込みやすい人がね多かったりしますよね。はい。であとね時間設定もうまいんですよね。48時間まあ2日なんですけども、おそらくねこれぐらいが限界だと思うんですけども、これね時間を区切ることで非日常が味わえるんですよね。そのワクワクするっていうか宝くじを買ったようなね感覚ね味わえるんですよね。はい。もしね自分がねすごその48時間以内にもしねすごいことがあると思うと、やっぱねコメント書き込みたくなるんですね。そして、ね、些細なことでもその意識がねそこに向いてるんで、もしかしたらこれがすごいことかもっていうね感じで思い込んじゃうんですね。そして喜んでねコメント、動画にコメントを書くと、はい、するとねさらにねおすすめに出やすくなるので再生回数が上がると。視聴回数が多いということはそれだけねいろんな人が見てるっていうことなんで、当然ねすごいことが起こる確率がね増えていくんですね。その母数がね増えていくんですよ。これねちょっと錯覚してしまいそうなんですけども、すごいことを見つけたのは動画のねコメントを書いてる人だっていうことなんですよね。はい。その彼がねすごいわけじゃないんですよ。でこの48時間がねすごいうまいって言ったんですけども、これなんでかっていうと、そのね仮にねこの48時間がね伸びたと想像してみてください。はい。じゃあね1週間すごいことをね探してみてください。はい。どうですかね。じゃあ1ヶ月すごいことをね探してみてください。はい。じゃあ1年探してみてください。じゃあ5年、10年、そしてね一生、すごいことを探し続けてみてください。なんかね嫌になんないですか。はい。てかすごいことを探すのが日常になってしまうと、そしてね義務になっちゃうと結構ね辛かったりするんですよね。だからね48時間で設定したのすごいうまいです。はい。そしてね彼はね毎日ねすごいことを探してるんですよね。ツイッターとかフェイスブックとかもやってて、そのね毎日ねすごいことが起きる、ワクワクしてますみたいな感じでね書き込んでる。すごいポジティブですよね。まあ、ネガティブの塊みたいなね、私みたいに絶対無理なんですけども、正直ねそんなに毎日すごいことが起きるとは思えないし、そんなにねすごいことを起こす必要ないことないですかね。で仮にねもし彼のねお客さんとかね生徒にね
なったと想像してみてください。はい、中でコーチングみたいなことをやってるみたいです。おそらくね、彼のそのお客さんとか生徒っていうようなね、すごいことをね探すことになると思うんですよ。はい、そのでね、すごいことが起こった人っていうのは素晴らしいですねっていう感じで褒めたたえられると思うんですよ。もしかしたらね、そう、人生がね、なんかすごいことが起こって人生が変わるかもしれないんですけど、ちょっとね、継続的にね、すごいことをね、探さないといけないんですよ。そしてね、すごいことがね、起こらない人っていうのはね、どうでしょうか。頑張ってもね、成果が出ない人って当然いると思うんですよ。例えばね、イラストレーターになりたいと思って、まあ努力もしたと。でも、うまくいかなかった。成功しなかった。おそらくね、彼の価値観にはね、合わない存在だと思うんですよ。すごい俺が教えてるのに、なんですごいことがないんだ。俺が教えてることはすごいに決まってんじゃないか。究極のマントラもね、教えてるじゃないか。だからすごいことが起こらないな。お前が悪いんじゃないかって、ね、多分ね、責めると思うんですよ。そしてね、おそらくね、グループにはね、いられなくなると思うんですよね。はい。これはね、ちょっとあくまで想像ですので、まあ、ちょっとね、勘違いされないようにしてください。でね、彼みたいにポジティブな人間だったらいいんですけども、当然ね、ネガティブな人間もいると思うんですよ。とてもね、すごいことが起きるとは思えない。日常にね、そんなに変化もないと。そして自信もないと。そして自分は不幸だと思ってる。でもね、そういう人はね、結構ね、大多数だと思うんですよ。そういう人たちがその救いを求めてね、やっぱ藁にもすがるような気持ちで、何かね、すごいことが起こらないかって期待してるはずなんですよね。はい。でもね、こういう人にはちょっとね、合わないと思うんですよね。ちょっとね、この人怪しいなと思って、ちょっと検索してね、調べてみたんですけども、なんかね、批判してるね、ブログがあったんですよ。最近ね、名誉毀損で、その批判してる記事を消せって言われたらしいんですよね。これね、YouTube がね、伸びてきだしてからの多分時期とね、結構ぴったりね、合致するんですけども、もしね、消さなければね、法的措置もね、辞さないみたいな感じで書いてたと思います。そうね、私はね、そのまま批判してるブログね、ちょっと定期的に見てますので、ね、もしね、法的措置があった場合ね、すぐ動画にしたいと思ってます。なんかね、そしてブログでは、ね、批判を大歓迎みたいなね、ことをね、書いてるようなんですけど、実際のとこね、ちょっとどうなのかはわからないです。で、あとね、彼のね、ちょっと全体的な印象なんですけど、やっぱね、喋りがうまいですね。結構ね、その、やっぱね、頭も切れるんですけれども、なんかその、引き寄せとか、その、密教とか、に関してはちょっとね、薄っぺらさを感じてるっていうか、その、彼の独特のアレンジがちょっと強すぎるような気もしますよね。はい。あとなんか自己陶酔感がすごいっていうか、俺超すげえみたいなね、をね、なんかすごくね、感じますね。まあ、ポジティブなのはいいと思うんですけれども、はい。あとちょっとね、表の顔と裏の顔がね、あるんじゃないのかなというのはちょっとね、正直なところですね。はい。でね、やっぱね、こういうね、批判の動画ってあんま良くないと思うんですよね。はい。でもね、ちょっとね、自分で感じた感覚、そして調べた感覚では、なんかね、そういう印象を受けました。はい。僕のね、言うことはね、まあそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、まあ自分でもね、まあ、どういう人なの、まあ、もしね見てる人がいたら、まあ、どういう人なのかっていうのをね、やっぱね冷静にね客観的に見るようにしてください。私はねやっぱねこういう欲にまみれたその欲で釣るようなね動画を作るのではなくて、やっぱね見えないエネルギーをね、感じられて世界が変わるようなねもの、そしてね見てる人がね癒されるような動画を作っていきたいと思います。はい。じゃあまあ、最後にねちょっとネガティブなことを言っちゃったんで、前回ね、大日如来のマントラを言ったので、今回ね、不動明のマントラを言いたいと思います。じゃあ、いきます。不動明。ノーマクサーマンダーバーサラダーセイザーマーカラシアタスヤタウンタラタカーマン。ノーマクサーマンダーバーサラダーセイザーマーカラシアタスヤタウンタラタカーマン。ノーマクサーマンダーバーサラダーセイザーマーカラシアタスヤタウンタラタカーマン。ノーマクサーマンダーバーサラダーセイダーマーカラシアタスヤタウンタラタカマン。はい、どうだった
ったですかね、エネルギーね、感じたでしょうか。エネルギーね、感じた方がいたら、グッドボタン。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン。チャンネル登録よかったらお願いいたします。他のね、動画もありますし、質問、感想、要望はね、コメントお願いいたします。あと、Twitter とか Facebook とかやってるんで、よかったらフォローしていただいて、この動画のシェアもお願いいたします。で、以上になります。ありがとうございました。